ダイアルカナ戦やってます？あ、ね、この間初めて出てきたんだけど秒殺された。あ、ダイアルカナ、うん、自分が。そう、それが今私のクラスがすっごい強いクラスで、うん、あのクラスメートの人たちが本当に強いんですよ。え、勝ったの？あの、あ、勝ちます。え、あれって勝てるの？勝てるらしいんです。うちもね、まだあの討伐失敗ばっかりなんだけど。何組だっけ？超特待の3組。へー問題に出てたやつね。3秒ぐらいで死んだよ。それ多分特待生。お疲れ様です。おつでーす。お疲れです。4ターンで終わりました。いや、ありえない。すごいね。ありえないよ。もう早っ。あれが絶対予知してる時間がもったいないです。マジか。逆にね、もう勘だけで2ターン後の予想行動ぐらいまで予想して全部やっていかないといけない。でも今超特待が2人だけでしょ。ああ、で、みんな特待。特待。あ、そっか。特待特待で始めたばっかだから。そうそう、この間あの上位 16% でギリ特待止まりだったんです。うん、ああ、そうなん。超特待いけなくて。じゃあ今期は狙ってる。今期ちょっと狙ってるんですけどね。まあ、今そうなの。いや、微妙なんですよ成績今。25% 落ちる。厳しいんですよね。結構厳しいんですよ。それも今回もしかしたら特待落ちするかもっていう。やばい、珍しい。さ、序盤めっちゃ調子良かったんですけどね。なんか、うん、あのアップデートされて8問ぐらい、うん、一気に答え合わせしたんですけど、8問中6問自信あり正解。おお、すげえ。すごい、すごいね。1問だけ間違って1問普通に正解だったんですけど。すごい。あ、特別な問題が来ております。嘘。特別問題です。特別問題楽しいよね。ですよ。ね。ちょっと読んでよ。緊張するよね。え、じゃあいい声で読めばいいんじゃないですか。俺が。ええ。じゃあ。じゃあ。いい声で。これですね。はい。はい、どうぞ。6月2日木曜日に発売される週刊ファミ通30周年記念号、あなたの心に残る思い出の一本のファミコン部門で投票1位になる作品は。あのさ、ちょっとさ、言い込みすぎて情報入ってない。本末転倒すぎるわ。スーンってなっちゃった。大変腹立たしい。ということで、じゃあ、あれを、回答を言ってってよ。回答じゃあ、じゃあテイラー。いいわ、いいわ。なんでやねん。テイラー、いい声で。1番、ドラゴンクエストシリーズ。2番、ファイナルファンタジーシリーズ。3番マリオシリーズ、4番ロックマンシリーズ、5番ファミリースタジアムシリーズ、6番ゼルダの伝説シリーズ、7番マザー、そして8番その他でございます。これは悩ましいな。難しいですよこれはね。でもね、絶対ドラクエだよ。ドラクエ、ドラクエだと思う。私最近ドラクエ10を始めて。あ、始めたってよっていうタグがね、今ツイッターで流れてますからね。そうだね。そのファミコン時代のドラクエはやってんの？やってんの？ないのかよ。ねえのかよ。でも好きなのやっぱ押したくなりますもん。そうなんだよ。そうね。オッケー、じゃあ俺最近ゼルダ無双やったから、ゼルダの伝説シリーズ。おー、好きなシリーズ推しね。とはいえ昔から謎解きとかキャラクターとか、うん、あとはね、独特なちょっと不気味な世界観ね。ゼルダ独特なところがやっぱいいんですよ。そうね、ダーク、ちょっとダークなんだよね。ダークなの、ダークなの。ファミコンの時代ってゼルダ流行ってた？うちなかったから分かんない。でも流行ってたよ。流行ってます。流行ってた。流行ってたってリアルに言えるのはもうここの人だけなんだ。だって俺らね、そのファミコンがまだね。そうなんだよ。ファミ通30周年だもんね。ファミ通30周年で生まれてたのは、創刊の時に言ったのが俺しかいない。ダカンさんだけ。もうくそー、30代俺だけかよ。だからファミ通も先輩なんですよね。そう、先輩。ファミ通先輩。でもどうしようかな、本当に。え、ダンちゃんは当時何やってたの？うん、この中でほぼ一通り触ってるんだけど、はいはい、ここにあるやつは、はいはい、一番ハマったのはドラクエだよね、かな。ドラクエ一本はここに。ダンちゃんを引き入れたぞ。ドラクエはね、ファミコンのやつは1から4まで全部やったし、俺中学受験してるんだけど、はいはいはい、その受験してた小6の時にドラクエ4にドハマりしたのね、秋に。
で成績がだだ下がりして一番やっちゃいけない時期にそうやっちゃったんですつらい。でも面白いから仕方ない。ガチドハマるのやつですね。もうすげえドハマりして、ね、学校から帰ってきてやってあの塾に連行されてみたいな生活をしばらく送ってたから。なるほどです。じゃあ一番思い出深いかな。ドラクエとゼルダ以外にじゃあ何かマスコから勝負したい。じゃあ一緒によ押しよう。せーの、マリオシリーズ、はい、だよね、だよね、絶対そうだよ。うちマリオしかなかった。言っちゃいないでください。絶対マリオだよ。うちだってマリオとドクターマリオしかなかったもん。偏ってんな、ラインナップ。おじいちゃんもドクターマリオ。おじいちゃんがね、ラインナップ。うちのお母さんもよくやってたいや、マリオもやったけどさ。確かに、うちにもあれスーファミかな、なんかキノピオがさ、なんかやるやつなかった。キノピオがパズルゲームみたいな。ヨッシーのクッキーみたいなやつはスーファミでやったけど、あれもスーファミだよね。うん、ファミコン。ファミコンだった。ヨッシーが出てきたのはスーファミだけど、ヨッシークッキーはファミコンかゲームボーイかだった。おじいちゃん家でやってた。俺さ、ファミリースタジアムシリーズって全く知らないんだけど。野球のゲーム。あ、そうなんだ。ファミスタとかアホみたいにやったよ。知らない知らない。ジュイーンってジュイーンってやつ。いやほら、あのうちいろんな音楽さ。ジュイーンってジュイーンってやつ。何をしてるの？そうだけど。ボールがジュイーンって打ってジュイーンって飛んでる。ちなみに今ね、何も知らない人間としては何も伝わってこない。本当。関西人特有な感じで今伝えてみたんだけど。伝わらなかった。関西人なんだけど。その当時の実在の選手をちょっともじって使ってたんだよね。名前が。そうだったか。そう、初期の野球ゲームはみんなそうだった。あ、そうなんだ。ちゃんとじゃあもう名前まんま使わなくてちょっとなんか変えて使ってるんですかね。そう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 。へえ。なんか多分しばらくプレスとかが出始めてからじゃないかな、ちゃんと実名になれたら。あ、そうなんだ。じゃないかな。このファミスタはじゃあ何が面白いんですか。てかそもそもな、野球。野球ゲーム。野球。あ、そうですか。野球で、野球自身にあんまり興味がないから、ね、それはほら家庭の事情がいろいろある。そうね。おとんがプロ野球選手だから野球ポーイってなってるだけで。なんでそこだ。それはよくて、それはよくて。野球でその自分の悲劇のチーム、ジャイアンツならジャイアンツ、タイガースならタイガースを使ってプレーできるっていうのが相当やっぱり。チーム名自体はそのままでしたっけ。あ、そうだったかな。そこも変わってんのかな。どちらにしろこのチームがあれだなっていうのは分かるんで、文字ってたとしても、うんうんうん、そういえばさ、あのジャン先生をまるっと放置してた。ちょっとジャン先生見ましょう。ジャン先生話聞こうよ。あ、ファミコンタイトルの歴代売上出荷本数ベスト10はこちらになります。1位。おこれはもうマリオすげー。マリオ強っ。1位スーパーマリオブラザーズ681万本。すごいね。そして2位スーパーマリオブラザーズ3384万本。あ、圧倒的だね。3はね、やったもんな。3位がドラゴンクエスト3きた。こちらが380万本ですね、これやっぱ売り上げ絶対関係あるよね。絶対関係、だって関係はそんだけ行き渡ってるってことはやってる人が多い、分母が大きいってことですから。でもさ、心に残る思い出の一本だから売れてるイコールじゃないよね。そっか。そうなんだ。でもニアリーイコールですよ。でもさ、それこそスーパーマリオブラザーズなんて心に残ってなくても全員やったことあるでしょっていう感じじゃない。なるほどね。いや、心には残ってるよ。いや、ドクターマリオは私の歴史にすごいと思う。ドクターマリオ推しすぎじゃなくて、ドクターマリオトップ10入ってないからな。確かにドクターマリオも面白いけど、人狼ゲーム何回もやっててまだ人間のカード引いたことないですっていうぐらいスーパーマリオブラザーズやったことない人珍しいと思う。まあ確かにね、確かにね、そうかもしれない。 それ言ったらあれだよ、テイラーのゼルダの伝説とか、あとはマザーとかってさ、あ、マザーね、なんか熱狂的なファンがいるんだよね。そう、熱狂的なファンがいるよね。キャラクターが可愛いしね。キャラクター可愛い、すごく可愛い。ポコポコしてるね。ポコポコしてる。なんか大体二等身。そう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 。二等身で言ったらドラクエだって二等身だわ、ほぼ。マリオだって二等身ですよ。そうだね。大体二等身ですよ、この時って。ね、ピーチは三等身くらいです。ピーチ好きだね。ほんとピーチ好き。大好きです。FF も二等身だな、当時。そうですね。FF やったな、 FF やったけどな。ファイナルファンタジーね。これこうさ、上から3位ドラクエ3でしょ、4位ドラクエ4でしょ、5位スーパーマリオブラザーズ2でしょ、6位にゴルフっていうのがね、246本も入ってくるっていうのがすごい。ゴルフはゴルフをするゲームなの。そう、これはシンプルなタイトルが多いですね。ゴルフ、ベースボール、マージャン、テニスとかあったね。
ベースボールも8位に入っている。テニスやったことないでもね、これをきっかけにうちのおとんなんかはゲームにドハマりをし、そこからマリオカートをやるとか。マリオカートね。そうだよね。そうその後スーパーファミコン。だまずもう導入ですよ、うん、大人たちに対して。いや超悩むな。その他も全然あり。その他ある？いやーでもいい、ないでしょ。いやー厳しいでしょ、このラインナップ。私もその他はないと思う。そうですかね。でも選択肢になかなか出にくいと思うよ。うん、まあ、とはいえゼルダを押して、いやいや、はーい、はい、はい、どうしようか。私はマリオだと思う。いや、マリオ、あの絶対マリオだと思う。いや、でもドクターマリオだったらマリオシリーズか。そう。でも